どうも、桜井徹です。デトロイトビカムヒューマン、続きをプレイしていきたいと思います。前回までは3人の主人公が出揃いました。一人が、捜査官のコナー、もう一人が、男性の方に買って、購入されて、修理されてたか、されていたカーラ。で、もう一人、ペンキ屋さんなのかな、塗料を買いに来てたマーカス、3名が出揃いました。続きをやっていきたいと思います。お、もうできるのね。開ける。このカーラの声を演じていらっしゃいますのは、佐古真由美さんという方です。R1 で角度を変える。トッドについていく。了解。ああ、もうそんな言い方しなくていいでしょ。一応女性 A やぞ。アンドロイドやけど。とりあえず家事と洗濯と料理と、それから、たかあのクソガキどこに来やがったんだ。アリス。ああ、そこにいたか。こいつはアリス、面倒を見てやれ。宿題とか風呂とかそんなとこだ。いいな。はい、トッド。1階を片付けたら2階を頼む。アリス可愛いな。ちょっと引っ込み思案な感じするよね。さーて、荒れ果てたってもうあんたが汚したんだろ。もう、なんで俺がゲームしながら家事しなきゃいけねえんだよ。これなんかでも言ってたな。汚したいだけ汚しやってさ、もう大変なんだよ、手が荒れたりさ。はい、よいしょ。これでいいのか。食洗機故障中。何？便利やな。今アマゾンかなんかに頼んだってことだよね。でこれ今タッチパッドを擦ってます。俺何してんだ。はい、綺麗になった。テレビオン。お、何？何も言わずに行きやがった。よいしょ、皿洗いましょうね。ほんとさ、もうこう、こびりついて汚れが落ちないからさ、水につけとくとか、何？ビールを持ってこい。ただいま。もう今、洗い物してんだろ、トモクちゃん。なんでお前、ちょっと歩けば届くだろう。なの雑に入れても。って言わないのが偉いとこだよね、アンドロイド。文句一つ言わず。はい。ホッケー見てやがる。見てやがるって言ってた。おい、おい。おい、こら。すみませんでした。二度としません。もう一回やろう。よし。あ、侵入禁止。トッドがテレビを鑑賞中。はいはい。わかりました。ゴミをゴミ箱に捨てる。そらそうだ。ゴミ箱以外に捨てられたら随分怒られんだろうな。あ、すごい。洗い物大体終わったんじゃないの？えらいねえから。ほんならゴミ箱に入れましょうね。ゴミ箱ってまあ俺がすごい悩むんですが、アクセントが結構あるんだよね、いろいろ。
ゴミ箱と、ゴミ箱と、ゴミ箱と。ゴミ箱はないか。まあ、二つあるからね、毎回、なんか吹き替えとかアテレコやるときに出てきたら迷うんだよな、俺。まあ、その話は置いといて、掃除しましょう。ほんとさ、あの、自分で飲んだのになんで片付けないの？ああ、てか、から、燃えるゴミも、可燃ゴミも全部一緒くたにしておりましたけど、分別っていう文化はないんでございますか？全部燃えるってことでよろしいですか？まあもうこの時代だったらあれか、分別なんかしなくても機械が全部やってくれそうな気もするよね。うん。生ゴミもね、プラスチックも、全部、なんか自動的に分けてくれそうな気がするわ。いやーもうこのままどっかに逃げ出したいって思うアンドロイドがいるのもわかるな。こんなこき使われたら。戻るけどさ。はい。何が？え？どうしたの？そんな下に入って。絶対あのお父さんに何かしら殴られたりしてるよな。え？何してんのトッド。1階は終わりました。2階に行きます。やることやって俺のことをほっといてくれ。トッド、これなんかダメな、めっちゃ炙ってるしさ、ダメなやつを釣ってるね。洗濯ってした方がいいのかな。めっちゃ吸ってんな。あれは外はいいのかい。洗濯物とかは俺まだやってないけど。あ、2階か、うん、関係ないんだな。もうお、アリスに話しかけられるね。人形。かわいい人形ね。名前は？まあこのゲームのすごいところって1周目と2周目でね、ちょっと印象が変わるんですよ。このなんでアリスはこんなにも素っ気ないのかとかね。うん。まあまあそれは、もしね、あのこの動画を見てご興味あったらやってみてください。どうしようか。片付ける、まあまずは片付けるだな、うん、整頓できないトッドのために。読みません。手に取る。トッドの薬か、抗うつ剤。銃があるやん。あの銃は嫌だね、なんか。まあけどトッドはうつ病を発症してんのか。電源を入れる？テレビ見れんの？次。ちょっと気になる。次。労働省によると10月には雇用者数がさらに22万5000減少し、全国の失業率は 37.3% に。失業率 37% ってすごいね。ウォーレン大統領がサイバーライフ新工場の、まあその失業者が増えた理由としてはやっぱアンドロイドの台頭だよね。なんでもうベッド脇でお菓子食べるかな。こぼれるでしょベッドにさ。そこで寝るの？
とは一言も言わず片付けます。ギター、はい。さて、こんなもんかな。なんじゃこの趣味の悪い人形。これは、ああ、特色上か、あのクレジットとかの、なんだこれ。何？見せて俺にも。なん、見せない。換気しましょう。多分臭いんでしょ。いい、新鮮な空気。オッケー、トッドの部屋終わり。邪魔だ。俺、ありがとうと言われてもいいような気がするんですが、邪魔だと言われる筋合いはない気がしますけど。うん、ああ、もうこびりついてたね。もう最悪だわ。はい、行こう。こっちがアリスの部屋。じゃあまあ、とりあえずこっち洗うか。洗うというか、掃除するか。カーラです。AX400。刃物使ったら使いっぱなしもん。OK。なんか、まあまあ、ゲームだからかもしれないけど、ちょこちょこカーラの掃除雑な部分があるのが面白いよね。うん。まあけどな、いちいちその丁寧な描写をしても仕方がないからっていうのもあるけど、ちょこちょこ雑なのがね、面白くて可愛らしいよね。あ、そこ細かくねえんだみたいな。はい、お風呂場も OK。さあ、じゃあアリスの部屋行きますかね。お部屋のお片付けをさせてね。2分で終わるからいい？アリス。アリス若干怖がってるように見えるよね。ほっ。換気は大事。1日に1回3分間の換気をするといいらしいですね。だいたい3分ぐらいで部屋の空気って入れ替わるそうです。OK。 他は？あら、壁に落書きして。本を読んでるのね。読書が好きなのね。うん。なんだいこれ。不思議の国のアリス。そうよね。あ、ちょっと親密度が上がった。さて、これは何？鍵をかけている。プライバシーってやつやな。さて、お話ししましょうか。とも、お願いする。私は記憶が消されてしまったの。私が前のことを思い出せるように、よかったらあなた手伝ってくれる？好み。好きなものは？好きな遊びとか場所とか食べ物とか、私に教えてくれない？無口なのね。無口なのね。怖がらないで。そっとしておこうか。そう、一人になりたいのね。もう行くわ。ごめんね。なんね。はっ。プライバシー解除。お邪魔します。ほっ。いいんですか、見ちゃって。見ちゃいますよ私。
ほう。四つ葉のクローバー。幸運だね。ああ、アリスと奥さんか。で、トッドだ。殴られているってことだよな。泣いてるトッドとアリス、うん、ああ手を挙げてるってことでいいのかな。これ左はカーラだよね。これを忘れてるのね。戻しましょう。プライバシーです。はい、封印。さあどうするか。まあいつ起こってもおかしくないよね。 DV というか何、雑な扱い。この情報が入ったカーラは何を思うかだよね。何してる？遊んでるの。遊んでる？こう思ってんだろう。親父はクズだって。仕事もねえ、会社もねえ、負け犬だってな。俺だってこれでも努力はしてんだよ。でもどんなに努力してもいつだって誰かが邪魔すんねえ。お前も俺のことが憎いんだろう。俺には分かってんだ。さあ言え、憎いんだろう。俺は何してんだ。ごめんよアリス、許してくれ。ごめん。父さんはお前を愛してる、分かってるだろ。逃げよう、とりあえず逃げよう。あれはあかんやつや。うん、なんだい。はいはい、あかんやつや。よし、まあ、とりあえずこのルートを見ましたと。ポチッ。お、これはマーカスだね。このルートに戻ってきたと。いいなあ、キーレスってね。ガチャって勝手に開くの羨ましい。はい、お使いのものを置きました。品物を受け取った。品物を置く、 OK。 カールの世話をする。これは何？バカ。もう鳥もロボットか。それはなんだかな。同じようなおでこのポッチついてるわ。なんだかな。これは何？鳥でよくない？それはあれかい、動物愛護とかの観点からしてダメになるのかな、近い未来。まあね、そのなんか今ね、ペットショップで乱繁殖とかでちょっと規制するかしないかみたいな話もなってるしね。そういう未来も来そうな気もするよね。さて、あっちか。ただ鳥は鳥でね、鳥を飼われてる方の話とか聞くと
鳥は鳥ですんごい可愛いらしいね。うん、話には聞く、むちゃくちゃ可愛いって。文鳥とかね。あ、開けましょう。おはようございます。おはようカール。おはよう。もう10時ですよ。天気は一部曇り、気温は12度、湿度 80% で午後には小雨が降るかもしれないそうです。ベッドで過ごすのにもってこいの日だな。注文した絵の具を受け取ってきました。そうだ、忘れてたよ。そこがお前と私の違いだな、マーカス。お前は物忘れをしない。まあロボットですから。はい、このカールさんはの声をされているのは有本金龍さんです。で、このマーカスを声をされているのは内田裕也さんとなっています。内田裕也さんはあれだね、ディカプリオとか、ね、インセプションのディカプリオの時の、吹き替えとかされている方ですね。何でしょう、注射を打たなきゃいけないんだ。ほっ、それじゃ腕を出してください。いや、カール、どうも。起きて早々歯を食いしばれというのか。人間は脆い機械だ。いとも簡単に壊れる。ここまでしないと生きられない。おい、その服はどうした？ああ、これは街角でデモに出くわしてしまって。愚かな奴らめ。アンドロイドを一体壊したところで何か変わるというわけでもあるまい。怪我をしていないといいが。ああ、いえ、押し倒されただけですよ。平気です。これでよし。それじゃあお風呂に行きましょう。いいよ、よっこらしょ。まあ、より良い息子なのかもしれないよね、アンドロイドって。海外しく世話もしてくれるし、自分を裏切らないし、力持ちだし。ああそうね、今コメントで書かれてますが、このカールの声の有本さんは、そうか、もう2ヶ月か、2ヶ月ほど前に、亡くなられたんですね。すごいいい声。俺のイメージ的にはエド・ハリスとかの吹き替えをよくされてたイメージだな。今日は何か予定があったかな。ねえ、今日はモマの回顧展の公開初日ですよ。うん、責任者の方が参加確認のメッセージを何度か残されていました。うん、まだ決めていなかったな。また後で決めるとしよう。他には、はい、ファンからのメールです。返信しておきました。うん、このカールは画家、芸術家さんかな。いいえ、カール、お電話しましょうか。いや、その必要はない。何不自由のない生活だな。ただ足はね、昔からなのかな、足が乗れ、歩けないのは。お好みのスタイルで用意してありますよ。ああ、ありがとう。いいえ。さて、ではベーコンとエッグを持っていきましょう。すごい暮らしをしてますな。ほっ、もうこんな朝食ホテルでしか見たことない。マグカップは可愛い。準備 OK。 よいしょ、いや、ぶつかっちった。よいしょ。すごいな、イチジクだね、あれ。ああ、ありがとう。テレビオン。優雅な朝だね。
朝食を食べている間は自由にしていなさい。ええ、そうします。ほたらどうしましょうかね。北極圏の領土問題でロシアと緊張が高まってるとかゲームの中でも現実でもなんか大変だな。何しよう、キリンさん家の中でキリンがあるっていうのがもうすごいな。地球儀をドゥルン。特にだし、何しようか。これはチェスボードか。机丸ごとチェスボードってやばいな。何かやることを見つける。うん、私チェスはわからないんだな。うん、ほらピアノ、ピアノ弾こう。まあ俺もピアノ弾けないんだけどね。あ、俺もじゃねえか、俺はか。ピアノを弾く、できないことをやろう。物憂げな曲、希望にあふれた曲、情熱的な曲、謎めいた曲、謎めいた曲。ほっ。あ。音ゲーこれ。俺これタッチパネルしか押しませんから。ぬるゲー。結構長いな。うん、ぬるゲーだけどリズムは自分でやれって感じだね。これもういいかな。聞いてたの？いつもと音色が違うな。お前には人間よりも人間らしい一面がある。私がいなくなったらお前も自分で身を守り道を選ぶことになる。自分は誰なのか、どうなりたいのか。人間は皆同じであることを求めるものだ。だがその言葉に惑わされてはならんぞ。さあスタジオに行こう。今の言葉はもっともだけど、この人が芸術家だからの発言だろうな。うん、協調性もあってこその人間、難しいね。同じになってはいけないけど全く違ってもいけないね。すごいね。創作活動には全く影響が出てない感じがするな。まあそれだけこの人の才能は評価されてるってことはね。その絵のまた随分大きな作品を手掛けてるな。カールの指示を待つ。じゃあそれまでになんかできることあるかな。片付ける。働き者ですから。まあ立派なアトリエだわね。ガラス張りでさ、すごく明るい。うん、他なんかできることあるかしら。うん、こっちは、うん、まあけど芸術って難しいな。これ何がいいのっていうのはあったりするからね。けどなんか専門家の人に言わせたら、いやこれはこの角度がなんたらかんたらでとかがあるらしいよね。さあ
意見を聞かせてくれ。何？じゃあちょっと軽口叩いてみるか。好きじゃない。僕は目利きではありませんが、他の作品の方が好きです。正直言ってもう何も言うことはない。こうして日々が過ぎ去るごとに死が近づいてくる。私はブラシにすがりつくただの老いぼれだ。カール、私の話は置いといて、お前の才能を見せてもらおう。筆を取って書いてみなさい。書くって言っても何を書けば。何でもいいから書いてみなさい。ふん。じゃあ、各題材を決める。要はあれだな。なんだっけ。写せってことか。何を描く？まあ、さっき描いたばっかりの絵を描いたらすげえ感じ悪いから。じゃあまあこの銅像を描くか。はいはい。またタッチパネルでね。はいはい。まあ要はこれは複写ですよ。ね。機械得意ですね。複写。あれ？これどうやってやるの？ん？お、こうか。まあ、コピー機と同じだわな。要は写真？完璧な複製だ。そうだね。だが絵画では模写するだけではなく、自分が感じたことを解釈し表現することが大事なんだよ。なるほど。無理ですよ。そういうふうにはプログラムされていません。さあ、ほら、筆とそのキャンバスを使って。マーカス、目を閉じてみなさい。いいから。大丈夫だ。はいはい。存在しない何かを思い浮かべろ。見たことのない何かだ。そして自分の感情に意識を集中させて、気の向くままに筆を動かすんだ。頭のあのペカペカ光ってるのはやっぱりあれかな、処理してます、処理してますってことかな。あのコンピューターのね、白いテカ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 鳴ってるやつと同じことかな。うん、何を想像しよう。人間性、アンドロイド、アイデンティティ。アイデンティティ。アイデンティティと、疑念。結構この選んだ選択によって、いろんなパターンの絵が出るそうです。このゲーム発売された当時、その絵を全部見た人がツイッターかなんかに上げてたよね。そのこんだけありましたみたいな。へえ、こんなに種類あるんだと驚いたのを覚えていますが、さあ今回はどんな絵に仕上がるかな。近くに来たから寄ってみたんだ。しばらくぶりだしな。どうした？具合が悪そうだぞ。ああ、平気だよ。なあ親父、金が必要なんだよ。またか。この前渡したばかりだろう。ほら、すぐなくなっちまうんだ。また薬をやってるのか。違う、全然そんなんじゃないって。ええよ、私に嘘をつくな。いいから金くれって言ってんだろ。頼むよ。悪いな、お前に金はやれない。あ、
なんで？分かっているだろう。ああ、そういうことかよ。どうせ自分の息子よりそのおもちゃの方が大事なんだろうな。こいつのどこがそんなにいいんだ？賢いから？従順だからか？俺とは違って。だけどな、こいつはあんたの息子じゃねえ。こいつはただの機械だ。ねえよ、いい加減にしないか。やめなさい。あんたが愛しているのは自分と自分の絵だけさ。人を愛したことなんて一度もないんだろ。俺のことだって。難しいね。愛情を伝えるっていうのは思ったよりも難しいのかもしれないね。さあさあさあ、こんな感じで私はルートをたどってきましたと。はい、今後どうなるのでしょうか。レオとカールの関係とかね、ちょっと気になりますが、時間がちょうどいいのでここで一旦区切りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またよかったら続きも見に来てくださいね。ではでは。